速報、麦わらのルフィの、嫁、ガチで歌に決まる。まさかここで出てくるとはね、なんやこれ、死んだぞ、どうでもええやがルフィって普通に、ナチュラル人相悪いよな。漫画の一巻にもそれっぽいの出てくるしね。伏線すごい、音楽家ってやつか？どうとでも取れるのを伏線だって、言える、んか？歌は音楽家じゃねえし歌手やろ。赤髪海賊団の音楽家歌？やぞ、多分、初恋だった。無限付き毒強すぎる。カイドウや大将ですら歌を、聞いたら終わり、鼓膜潰せば大丈夫。事前情報ないと無理だな。歌が歌い始めた瞬間高速で、貫いて殺せばいいじゃん。音速なんて遅すぎる。キザルサイツよ。公式に死んだという表現されてないのになんで、死んだて言って話進んでるのか。謎、40億巻に死にゆく、歌って書いてあるんだよな。死んだ歌、じゃなくて、死にゆく歌、つまり死に向かっているだけで、後付けでどうにでもなる。公式小説で死んだって、書かれちゃった。よくやった。それは俺の娘じゃない。そんなに怖いか？新時代、が、娘がメイン春映画の、番宣に来る父親の鏡、久々に見ようと思ったけどどこまで、見たか完全に覚えてないけどどこまで、見たかわかる？空島までは角身に見とるで、和の国で泣いてるでかい牛か、蛇みたいなボスが出てきてまだ戦ってないまでは覚えてるからその先を、見たかどうかが知りたい。歌がまさかのメンヘラ自殺女だったけど、ワンピの中では一番好きなキャラだな。映画のオリキャラで消えるのがもったいない。四季とかゼファー先生とか、歌とかめっちゃ魅力的なの、すごいよな。歌聞いただけでアウトです。眠ると解除されます。寝好きの子、眠れなくなります。とっと無事か、歌歌の能力者に、召喚されると歌ワールドと、現実世界に現れ両世界で、同じ場所に同時攻撃しないと、ダメージ与えられません。このコンボ過去一最強じゃない？言っても映画だけのキャラやろ、原作世界にも歌はいるぞ、時系列どうなるんやろな Z とか、ストロングワールドもキャラは存在しても、パラレルなんやろか、四季とかちょくちょく話題に、出るしそうだと思う、ワンコッコクって歌の生まれ変わりらしいやん。年が合わないぞおばさん。たまたま歌が死ぬ前に生まれただけや。どこかでビンクス歌いながら海賊やってるぞ。四季って2年前ルフィに負ける雑魚なんだよね。織田がきっぱり映画補正言うとるしな。Z もそうだけどあの時の、ルフィが勝てる相手やない。ゼファー先生は途中からルフィにも、稽古つける感じで戦ってそうや。スマッシャー壊れた後の昭和の、不良漫画みたいな喧嘩好き。その後の単身海軍に、挑むゼファー先生好き。最後の、稽古をつけてやる。とかゴンツイ中将が、泣いてたりキザルの、さよならゼファー先生好き。頭にソーダは刺さって両足切って、軽く地方入ってるおじいちゃんやししゃあないしゃあない。覇気の使い方も忘れちゃうぐらいやしな。映画でシャンクスの能力判明したんか？2年前ルフィって相当弱いからな。クマなんぞにやられるレベル。え、このキャラって幼馴染なんか？ルフィって目大きいし鼻筋も、シュッと細いしイケメンやな。歌の代わりが骨でええんか？幼馴染は負ける。つまりワンコックが勝つ。ワンピースの過去のどのキャラでも、世界中の7割の人間を、一瞬で殺せる能力持ったキャラは歌しか、出てないからな。というと？キザルなら余裕、高速で動けるんだから1秒で。地球7周半できる速度で、地上の人間を皆殺しにできる、反射神経は人並みやから無理やぞ。黒が何切ってるか自分でも分かってない状態で来たんだから平気やろ。適当、つまり黒がピカピカの実を食って、尺死すれば最強か、フジトラもガチれば地球破壊できるやろ。赤犬よりのキザルはともかく、フジトラが一般人巻き添えにする作戦に、従ってたのはどうなんや。これ違和感あったし最後は市民巻き込んで、戦争で金とか言ってたし矛盾しとるわ。今んとこ角身に死ぬって明記された身って、もどもどだけよな。手口が月島なんよダブル。まあ歌ちゃんはあくまで映画で、出すだけなら全然ええと思う。全身ごつけ人間のサボとはちゃうやろ。幼少期ごつけはサボでギリギリ限界やったろ。ワンコックの方がええな。歌は強すぎやな4校レベルだし、大将って能力の範囲が、桁違いよな。スモヤンも鍛えれば青生地や赤犬レベルの攻撃できるようになるんやろか。黙々してるだけでダメージないやんダブル。立ち火でもしてる方がマシ。ピカピカとかいう最強能力手に入れたくせに一切自己嫌しない雑魚いるよな。エネルギー習えよ。ゼファーにも能力に頼りすぎてると言われてたしな。ついでにエースも能力にかまけてそう。思考のロビンは SW のロビンだと思ってたけど、RED のウェーブかかった髪の
ロビンにもドキッとした。歌にシャンクスの子供ポジ完全に、奪われたかわいそうなガキ。ベン、ベックマンがやった可能性。髪色的にモブとの子供か、他所の子やろ、敗北者の息子説、これ村長との子供で、ヒグマが転生したんやろな、地味に風車村って危険よな、出身者が高額手配されたら村総出で、宴会するし、10億超えが拠点に、使うし、エースの子供説も濃厚よ、最終回でルフィが麦わら帽子継承するんや、デキコンみたいなサブタイトル好き、式は出すの早すぎたキャラやな、竹中直人がそこらへんの。声優より上手いのすごい、ワンピって雷像ですら複数個の、フィギュアが出るんやからエグいわ、何時一中上人気ランキング1位の、モモンガもかっこよくフィギュア化しとるし、黒すぎるドに駆られそうな中上の、1、活躍が白すぎる、モモンガおるやん、モモンガのフィギュアとか誰が、買うねん、中上揃えたいやつぐらいやろ。紹介文学さ、もう少し説明することあるやろ、おつるがアプ覗いたら中上で、最強か黙々しちょるだけのやつはあいつ中将でも弱い方だと思う。モモンガの名前ランチッサ名誉物差し、これ見る限りやっぱわざと腕食わせてるような気がするんだよな。かけてきたっていうぐらいやし、ルフィに自覚して欲しくてわざと腕食わせたに、そういないな。まあ何かしら意味のあったことにせざるを得ないよね。やっぱりルフィに負い目感じさせるためにわざと食わせたやろ。ルフィ助けた時こんなマントつけてなかったし、読者とルフィが見てたのはニカの、見せた幻覚や、これ魚の中にいるヒクマに、腕切られたんよな。時々飲みの時間旅行者や、ルフィを助けるために腕を、食われるのは規定事項だった。モモンガ若い軍の中でも、トップレベルに、責務を全うしてるから好きや、Y に配達された CD の、カードアニマルバンドに仕上がったやつ絶対許さんからな。YADO やった、歌のカードマジで欲しいわ、外れすぎるやろこれ。八桜い動物バンドなんちゃうか、当たり引くまで帰ってことや、なんでシャンクスじゃなくて動物バンドなんやねん、なぜシャンクスにしないのか、一枚だけ明確にはずれ用意してて、草、確認したらワイもそれやった、頭おかしくなりそう、ロジャーに勝ち逃げされて、らせたやつたすぎ問題、鬼雲とかもそうやけど誰が、欲しがるねん、海軍ガチオタは揃えたがるんちゃうの？そんなやつおるかい、まあフィルム Z で涙してたドーベルマンくんとかはちょっと、欲しい。モモンガは海軍で最も優秀な G1 支部のトップやから多分中将やと。最強格や、ちな黙々は仕事できない奴らの、集まり G5 の部隊長。ワイはルフィは結婚とかはしないで、処刑されるエンドやっと思っとる。ルフィのシリアスイケメンムーブ好き。エースーから成長しとるわ。そもそもワンコック年齢差やべえだろ。一回り違うのはきつすぎるわな。覇気にビビってる雑魚怪獣にわざわざ腕上げる必要なんやねん。歌は死んだからヒロインになれないとか、言うけど、それこそ人はいつ死ぬと思う？なんだよなぁ、ルフィが静かな声で当たり前だろって、言うシーンかっこええわ、ヒロインはビビかなぁって予想してたけど、作者が波って言うなら従うわ、シャンクスに片腕だと相手を、しないと言った、ミホークさんはどれだけ強いのか、片腕で四皇になってるやつの、両腕ある時と同等とかなんで、七竹海になってたんやって、レベルやな。ルフィっていつの間にか、泣き虫のイメージついてるよな。ミはそんな泣いてないのに、結構泣いてねえか。おふざけパートも入れると、エースが死んだ時だけか？メリー燃やした時も泣いてたで、ウソップ謝罪とかサボのとことか、思いついただけで結構ある。中将で一番弱いの。コロシアムでバルトロメオにボコられたやつやろ。バルトロメオの能力強いし、今作で思ったけどシャンクス悪人説はなくなったな。当初の様子より盛り上がっとるな。ワイも興味出てきたわ。まだかなおるしニカより上の、変身あるんかな。ドラゴンボールを参考にしてるんなら、次は合体になるけど、やれそうなのジャケジャケしか、思いつかへんな。神の領域が魅力じゃね。そうやったわ。最高到達点やな。これが俺の最高地点、だぞ。5から見たく神の領域あるかもしれへん。吐き使える中将結構いそうだし、スモーカーマジで、雑魚かもな。コビーが開花した時全員使える的なこと、医者っぽいやつが言ってたやろ。アーサボとの再会でも泣いてたわ。スモーカー多分今コビーに、負けるやろ。ていうかコビークソ強くなってたし、今ほとんどの中将より上ちゃうか。RED をテレビで、見ても面白くないかもしれないな。劇場のあの臨場感で、見ると歌の狂気とか表現されてる曲が、生えてたわ。シャンクスって大将レベルじゃ相手にならないんやな。四皇は別格や、パラレルじゃないぞ。
手と頭の間の棒ずっと、わからん、これ出たと基盤線盤宣言割れて、荒れたのに映画見た後やと、嬉しくなるな。まさしなら歌死んでるんだが、映画はパラレルだけど一部設定だけ引き継ぐから歌は元気に、赤髪のとこで音楽家やってる説ワンチャンあるで、歌は死んだんだよ。どう考えてもカイドウより強いよな。サンクス SW のロビンはロビン史上最下は異論は認める。 Y はフィルム Z の10歳若返ったニコロビンちゃん、もっかい映画見たくなってきたわ。ゴードン黒幕がミスリードなんやから歌死亡もミスリードで余裕やん。歌ほんまかわええ。